はいどうも、おはこんばんは。久しぶり。TKS です。さあ今日はね、まあ、今、そう、おとついね、行きまして、東北出身のおばちゃんとね、べちゃくちゃべちゃくちゃ喋ってましたけどもね、はい。さあ、今日はですね、まあ、日曜日、今、大体3時ぐらいかな。その前にはちょっと僕、ちょっと病院に、行ってましてですね、さあ、今日はこれから、1月ぶりかな、まあちょっと、恩田川の辺、まあ見てもらえばいいですけど、逆さまにしてみて。あ、逆さまにしましょう。はい、さ、今こんな感じでね、今ちょっと晴れてるんだけど、ね、降るかも。私は、傘持ってきてませんけども、この方はね、持ってるという感じで、はい、持ってます。めっちゃ暑い、やめるか。やめる。さあ今日はですね、コメダコーヒーにね、歩いて行こうというね、こう今ちょっとこう、ね、ただそれだけの話ですけども、ね、で稲穂移して、はい、ちゃんとね、なんだっけ、田んぼ、そう、田んぼの稲穂もなってもうね、収穫できるようになって、もうちょっとでね、もう周りこう、見るとどこにコメダコーヒーあるのっていうね、あるんです。それがね、子供の栗ホームまで行きましたけど、まあ、手前にあったんですね、コメダコーヒーということでね、今日もね、行きましょう、よろしく。歩いてたらね、農協の裏の、農協のね、野菜直売所みたいな。でこっちはね、なんか菜園の関連のやつをが売ってるっていうところですね。あ、そうなの？はははは。5キロとかで今やってくれるのかな？やってくれなさそう。タバコ吸えんじゃん。タバコばっかりですよ、私は。血栓で埋まりますからね。ちょっと入ってみましょうかね、ここ。また後で。ちょっと入りましょう。じゃあここの農協直売のところにね、行きたいと思います。はい、今ね、いろいろ買ってきまして、まあその中でもこの、ね、湘南ゴールドっていう柑橘系のジュースがありまして、そう、何なんだろうね、そういう、なんだろう、柑橘類らしいよ、湘南ゴールドって。柚子か、まあ、ね、今ちょっと沖縄の三線がね、流れてますけども、決して沖縄ではない。まあ沖縄でいうこう、シークワサーとか、まあそっち系のね、まあ、なんか、柚子っぽくない？でも、絵柄的に。そう、絵柄っぽい。柚子っぽい？私はグレープフルーツっぽいなと思ったんだけど。はいはい。まあそんな感じでね。12年の歳月をかけて生まれた神奈川県のオリジナル柑橘湘南ゴールド。でも果汁 10% でした。まあね。まあ、一応神奈川県のこう地図もね、神奈川限定なのかよくわかんないですが、限定で書いてますね、はい、限定ですよ。もしね、神奈川県に来た際は、JA で、お立ち寄りください。そうですね、美味しかったね。美味しいですよ、酸っぱいじゃないんだ。そう、全然、まあ、レモン好きの方にはまあ多分おすすめですね。おすすめ、まあ、この後あれまだまだね、30分ぐらいかけてね、歩いてコメダコーヒーに行きますけど、マジか、到達しないかもしれない。暑いから、で今こんな、ね、日出てますけど、ね、夕方雨降りそうだね。さあ雨降りそう、向こう雨降ってるかもわかんないです。ちょっと先行くと町田ですよ、また恩田川、今回はね、恩田川歩きません。また違うとこ歩きますんで、まあ、いつものようにね、この方が同じところを歩くのが嫌っていうことなんでね、まあ、仕方ないですけど、歩かなかったからこう新たな発見があったんじゃないですか。まあそうじゃないですか、まあそうですよ。ね、脇道を歩いて、まあこれで、ね、近くのスーパーっていうのかな、これ今まではこう3軒ありましたが、新たな4軒目を見つけちゃいました。スーパー、ね、東急の前はスケット、その3軒でしたけども、ちょっと先行くとこういうね、JA の直売所がありますんで、いいですよ、はい、ということでちょっと休憩してね、また行こうかなと思って。休憩してそんな、ね、さっきも休憩
さっきも休憩しましたけどもね、はい、ということで、ね、また後ほど。さあね、TK 散歩言うてますけど、ショートカットしますよ。だいぶ遅く、歩くんでね、さあ、果たしてたどり着けるかどうか、今からね、禁断のバスに乗ります。はい。暑いしね、もうね、もう歩くんがね、もうちょっとあれなんでね。さあ、果たしてね、歩くと22分。バスだとまあ5、6分ぐらいで着く、10分か、ね、まあ、ショートカットします。ではね、また次のバス停からお伝えしましょう。さあね、ショートカットしてね、目の前にあるなりましたね、はい、バスに乗って、コメダコーヒーに行きました、はい、最初からそうせよいう感じなんですけどね、揺れてますから。まあ、今日はね、今ちょっとコーヒー飲みに来ただけで、途中ね、コーヒー買ったんですけどね、まだコーヒー飲みに。まあそうですか。じゃあ行きましょう。さあね、人生初のコメダコーヒーでいますけども、今日はね、こうたっぷりサイズの、コーヒーとですね、あとはね、小倉トーストっていうんですか、それと、エビカツサンドでしたっけ、ね、それを頼みました。たぶんね、あ、この中ね、お豆さんがね、ついてるらしいんです。こんなね、コーヒー頼んだら豆つくってなかなかないですよ。ないない、で、ちなみに、大阪ではこれのことをですね、アイスコーヒーのことでね、冷凍って言いますね、近所のおばはんがよく言ってました、冷凍一つとかね、まあ、楽しみたいと思います。さあね、小倉トーストが来まして、でね、これ頼むときにね、薄切りか厚切りね、選べるんで、それはもうもちろん食べ応えのある厚切りを頼みましたね。はい、はい、さあ、エビカツパンがね、来ましたね、はい、さあ今ね、相方さんのちょっとしたプチどこ鉄が来ましたけども、ね、こんなんです。ね、エビカツパンですね。なんかエビがちゃんと映るように、そうですか、映して、はい、はい、エビですよ、これは、まあ、こんな感じでね、頼んでがっつりね、食べていきたいと思います。まあ、一口ですよ。パン好きだから美味しいよね。そうね、パン、まあ、見た目が異国人ですからね、まだ終わっちゃいましたけど、さあね、味わいたいと思います。コメダコーヒーにね、行ってきまして、食べてからね、バスの時間がありますんで、バスの時間に合わせて、まあまあ今出てきたわけですけども、いや、美味しかったです、はい、で、今度ね、こう行くのはね、目の前にあるあの神社ですね。ちょっと急なちょっとしんどいですけども、ちょっと神社の方にね、時間、いや、行きましょう、はい、じゃあ行きましょう。あ、つくつく帽子ですよ。はい。よいしょ。ちょっと太ももパンパンですよ。こういう感じの。なんかなさそう。別の道なさそうだね。うん、終わりです。うん、さあ、眺めはどうでしょう。あったね。ここもあるし。で、あと、こっちもなんか別に、これに行くだけじゃないの。あ、そうか、で、こういう感じですね、で、これ、ビデオやからちょっと明るく見えますけど、ちょっと暗いんですよ。暗くないの。暗いですよ、ほら、こっちも暗い。ああ、一個はそっか。うん、さあ、でもちょっと参拝してね、行きましょう。え、あ、本当だね。じゃあ行きましょう、階段よりもいいかもわかんない、うん、ね、うんうん、で、ここはね、以前ね、子供の国に歩いていた時のこのまあ幹線道路なんですけどもね、はい、なんですか、車椅子でも登れるようにってしてんの？じゃない。でもさ、こんな急なとこ車椅子なんて行けないの、足元気をつけて。うん、やばいですよ、うん、
ちょっとね、歩き込んでね、ちょっと一回止めましょう。さあ、降りてきましたね。新前橋ね。はい。で、その1月行ったね、パン屋さん、あの今、あそこ、あの子供の国線のね、あの踏切なんですけど、ちょっとあの渡ったところに、道パンっていうのがありますんでね。はい。まあ、行きましょう。さあね、米田コーヒーにね、まあまあ行ってきたわけですけども、で今ねバス切りましてね、帰りもねこのバスで、東急バスで、うん、さっきも今来たんですけどもね、ちょっと違う系統のバスで、我々はあと10分ぐらい待って、バスに乗ろうかなと思いますけども、これをねもうまあまっすぐ行くとこう子供の国とね、あとはまあこれ緑山って書いてあるんでね、緑山スタジオって言って、あの TBS の、番組でもありましたサスケ、とか、あとはまあ昔で言うとこう風雲竹市場の、まあ、撮影現場となりまして、まあまあ行ったことはないですけどね。入れるのかな、いっぱい入れる、一応入れる、今度行きましょうか。あ、それはちょっとじゃあ子供の国から歩いて、言いましょうかね、まあまあ2週ぶりかそれぐらいの TK 散歩ですけど、はい、まあ、今回はちょっとショートカットして、まあ、バス乗っちゃいましたけどね、暑いんでね、暑いんで、さあ次回のね、動画を、ね、皆さんねお楽しみください。今日ね、ちょっとバイクの音がねかぶってしまいましたということで、今日もちょっと、はい、まあ、今日もね動画終わりますけども。さあ次回のね、TK 散歩皆さんね、お楽しみください。以上 TKS でした。バイバイ。バイバイ。